鉄道ライトトーク今回は京藩1983年昭和前の語るを継続することを決定いたしました以前 動画を制作しました、あの、K 班1983年昭和ついシリーズなんですが、おかげさまで動画画の閲覧がかなり増えておりまして、まあ、そのためにですね、あの、以前撮影したネガを、あの、実家の方で探しておりまして、これがですね、あの、年末年始から今までずっと探してまして、なかなか見つからなくて、やっと出てきて、出てきました。 それに伴いですね、あの、以前制作した、京九1983年正月前のこの動画をですね、まあ、さらに、あの、レベルアップして作り直し、えっ、ー、と、随時制作していきたいと思っております。前回も、あの、形式別ですね、あの、600系から始まりまして、600千1300千1700八1800百1900系 という形で順にこう進めてまいりまして。あの当時えー、1983年正月前にですね。あのー、走っていた京阪の全形式をですね。順にあのー、スライド動画ですね。車鉄道写真を使ってのスライド動画であのー、作成いたしました。まあ、それがあのー、結構あの閲覧の方をですね。皆さんに見ていただいたので、あのー、鉄道ライトトークということでですね。えっ、ー、と別で。またあのー。 スライドとともにですねまた、あのー、その当時のですね、思い出を語るということで「鉄道ライトトーク」シリーズでですね「鶏、あ、飯、のー、1983年正月米」昭和前をあのの形式別でですねあの順次語っておりましたこちらですねあのネガがですねえー、っとこう1983年前後のその鶏飯の正月米のネガがですね約、えー、っと15本出てきました まあ、一本がですね、これ、昭和後の分がちょっと混ざってますので、14本と、まあ、昭和初一本ですね。まあ、それ以降、まあ、ちょっと、あの、目も悪くなって、鉄道写真からちょっと離れてしまってですね、これ以降、まあ、10年近くですね、鉄道写真をもう全くやらない時期になりまして、まあ、鉄道写真をやらなくなった分、鉄道趣味をやめたわけではなくてですね、まあ、その分、あの、鉄道模型の方にですね、あの、お金と、まあ、時間を割くようになって、まあ、あの、 実物の鉄道はもうそうです、ね、ほとんどこうあの本もあの買わず、まあ、立ち読みでこう情報を得てですねたまにまあ乗りに行く程度でですね前ほどこう鉄道写真もやらなくなりまあ,あの乗りに行くこともほとんど減りっていうまああの部活やってたりですねまあ中学生になって部活やったりまあ高校行ってまあこう勉強ちょっと追い詰められたりとかで忙しくなってまあ趣味の時間がですねなかなかこう。 あまり撮れなくなくったと、まあ時間があったらまあ模型を作ったり模型を触っていったりそっちの方に行ってしまって、まあ、実物の鉄道写真とか、まあ、鉄道のこうを乗りに行くっていう趣味の方がかなりあの私自身、まあ、衰退してしまったというか、まあ、停滞した時期がありました。 まあ今回この1983年前後まあ82年ぐらいからですねちょっとありますのでまあ約40年前のですねあのネガをこう探し出してきてこれをですねまああのダイレクトにですねあのコンピューターにし込んで落とし込んでああのまあスキャナーしてですね、えー、とトリミングして。 できるだけ綺麗にあのお見せできるようにちょっと努力していきたいと思っております。そのためにですね、こちらの新兵器ですね、これ、えー、っと、これ、フィルムスキャナーっていう、まあ、あの、ネガのフィルムをこれ、ダイレクトにこう、あの、スキャナーしてですね、コンピューターに落とし込んで正確制作できるやつなんで、まあ、懐かしい、あの、小さく写ったボツの写真とかをですね、結構今日もあの、 触ってですね、こう、スキャナーしていって、 まあ拡大して、まあ歪みを修正してですね、えー、と医療を明るくしたりとかしてまあでもピンボケは治らないんでピンボケのままなんですけども、まあ、ピンボケとか、まあ、露出不足とかいろいろあるんですけどもそれをまあできるだけきれいにお見せできるようにですねこう修正していって、まあ、あのまた順次、えー、と京阪の1983年この昭和前のこの風景をですねあの随時形式別でまた やっってていいきたいと思っておりますます、あまあ、以前作ったものをですねちょっとさらにまあパワーアップとですね、まあ、できればあの鉄道ライトトークのようにですねちょっとあの語りを入れ持って解説を入れ持ってですね前回はあの無音でですねあの鉄道写真のこうスライドをこう順次お見せするような感じだったんですけどもまああのこういう今度はですねこの鉄道ライトトークでちょっとあのしゃべる方もですねちょっとあの 何度かですね、まあ、もう今回でまあ11回目、11回目でしたかね、11回目、12回目ですかね、こう、語れるようになってきたので、あのー、K 班の動画もですね、あの、ちょっと、鉄道ライトトークとまた別にですね、語りを入れ,入れてですね、あの、語れるように、あの、制作していきたいと思っております。今日の鉄道ライトトークは、まあ、そういうことでですね、あのー、特別編ですね、あのー、継続して、 ケーハのですね、1983年正月前のこの風景シリーズをですね、随時あの制作するということであの、発表させていただきました。この後ですね、まあ、あの、この前後して、このずっとこの喋り持ってですね、今日ちょっとスキャナーした写真をですね、こう、あの、ここの場でですね、ずっとこう写真を貼り付けていきたいと思いますんで、まあ、こういう感じで、まあ、あの、 制作して、あのー、修正して、まあ綺麗にお見せするようなってう形でですね、あのー、案内していきたいと思っております。 まあ私自身ですね、こういろいろ見てて、こんな写真あったっけな、いうような写真とかですね、結構あの、ボツ写真でもう、もう小さくてですね、こう、もう、もういいやって,て、言あの、別のところにこう、しまい込んだ部分もあって、あんまり記憶にない写真がですね、意外と多くてびっくりしたんですけども、まあ、あの、根が15本ですか、15本出てきたので、まあ、1本あたり24枚ですか、24枚をまあ15本ですから、まあ単純にですね、 ね、3 6まあそのうち、まあ、10枚ぐらい使えたらなと思って、まあ、10枚をですねこうまあ15本ということですか150枚ぐらいですか、まあ、150枚から、まあ、200枚ぐらい使えたらいいなと思っております。まあ今日まあ何,何枚かですねこうあのー 何本かですねフィルムをスキャナーしていってこれを修正したものをここ今ちょっと順番に上げてはいるんですけどもこういう形でですねあの上げていってあの新たなものを作れば作れればと思っておりますまああの閲覧回数もかなり増えてきてるんで、まあ、皆さん結構あの喜んで見ていただけてるだろうと私は思っていますんでまあこう引き続き頑張りますんであの あいいねボタンもですねお願いしたいと思いますしあの是非あのチャンネル登録されてない方はですねあのチャンネル登録して応援のチャンネル登録あの件数ちょっとこだわって頑張ってますんで是非よろしくお願いします。ではあの「K 班1983年昭和つまいシリーズ新シリーズ」としてですね今後また制作していくということを今日発表させていただきました。 ではまたあのしていただけらお楽しみしていただけたらと思います。ではまた。